残し狩りの稲刈りが終わりそうです。明日はもうすでに雨やからな。今日で普通のコシヒカリを刈り切って、あと少し、普通じゃないコシヒカリも乾燥機1杯分刈る予定です。もう明日はもうすでに雨マークがついているので、今日は刈れるだけ頑張って刈りたいと思います。あと今日も暑いので、空調服全開でやります。イエーイ。しかしいい天気やね。入道雲もボクボク。おお、あ、このゴミ殻置き場きれいになくなったで。きれいに全部持ってってくれてます。
乾燥機4台空いたので、午前中の第2クォーターから467が出動してくれたので早めに終わりそうです。午後も頑張ります。林さん家の普通のコシヒカリ、いわゆる化学肥料で栽培したコシヒカリの稲刈りが終わりました。これから林さん家の普通じゃないコシヒカリ、いわゆる有機肥料を使って栽培したコシヒカリの稲刈りに入ります。林さん家の有機肥料を使った普通じゃないコシヒカリの稲刈りを乾燥機1台分借りました。明日は早くも雨マークなので1日もみすりして、次はいよいよ紙マルチ栽培の無農薬米の稲刈りに入りたいと思います。イエーイ。